だって本当にすごいよ、モッチーさん。ちょっとやめてくれ。トイレットペーパー女だよ。ペーパー女、うん、ペーパー女、また買うの。だってもうちょっとって言うと、またみたいな。全然買う。え、なんか 2,3 日前買ったんじゃん。違う、トイレットペーパーをいつも買ってるわけじゃない。うんうん、あ、楽しい音が流れちゃった。 iPad が、うん、うわ、かわいい。キママ猫ちゃんってこういう感じの指のあれだ。え、なんていうの、アイコンっていうの、アイコン、うん、違ったっけ、ピース、うん。あ、ロンちゃんさん、ロンちゃんさん、アイコンが変わった。変わった。あ、中島さん、愛ある写真。ああ、そうだ。カシャッカシャッって撮ってください。おことちゃんいないから。うん、ちょっと待ってね。この間バシャバシャ撮って楽しかった。うん。よし。それなんだぞ、その目つぶってる写真。そう。ていうかね、あの時なんか、愛がない。喋りの途中で1枚ずつしか撮らなかった。すごい。モッチーさんもめっちゃバシャバシャ撮ってた。私の可愛いの良かったでしょ。うん、あってあげたの。あって、だからモッチーさん全部送ったから。でも3人代わり番号いい感じだって。読まないけどね、コメント。すごい根に持ってる。あ、いやいやいや、根には持たないけど腹立った。最後の方はコメントで、うん、あのサクサク見れてよかったですっていうコメント来ましたよ。本当。そういうね、派の人喋りがない。あ、嫌なやつだな。なんかね、スパーンと終わりましたもんね。あ、そういうことか。サクサク、うんうん。じゃあ今日もサクサク終わっちゃいますか。ね、サクサクいっちゃって、うんうん、行きますか。行きましょうか。はい、はい、皆様こんばんは。しまくインスタライブのチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。はい、もう愛ある写真を2枚も撮っちゃって。いい顔してるからみんな。いいよ、なかなかずぶとい顔してるな、みんな。何ずぶとい顔って。結構今日も新作がいろいろ入ってきたりして。あ、そうですね、かなり盛り上がってますね。はい、疲れますね。疲れます。くたくた、疲れですね。くたくたです。はい、今日はまず最初は、はい、あの入荷したばっかりのこのレザージャケットのご紹介からいきます。うんうん、しかも今日入ったの、今日ね、今日入った。すごいよね、湯気が出てる。え、わあったかいでしょ。ね、かい、気持ちをそっと包んでくれちゃうね。そうだね。はい、はい、じゃあ行きますかね。行っちゃいますか。はい、うん、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、This is the fashion で終わっちゃったりしてね。早い、どんだけ最初から終わっちゃった。そうそう、まず最初はレザージャケット、うん、あ、嬉しいです。うん、今日取れました。ジャンルイ・シェレルの。うん、いいね。うん、いい革のレザージャケットっていうところがポイントです。いいです。はい、お、二人姉妹、ライダースで決まってる。三人です。あ、三人か。はい。いや、綺麗なんだよね、これね。ちょっと袖のそのステッチもひっくるめて見ていただいて。色によって雰囲気全然違いますので、うん、今私が最初に着ているのはピンクになります。はい。はい、あの本当にピンクですね。かっけんだよね。優しいピンクなんですけど、うん、全然甘くならないのがすごいいいかなと思います。はい、うん、でも完全にライダースの形です。うん、はい、ここにベルトもちゃんとあって、こういうスタッズ使いとかファスナー使い、うん、そういうところ含めてもう本当にライダースって感じのライダースになっております。こういうところのステッチも効いてますね。うんうん、とにかく皮が柔らかいので、もう最初からごわつきも全然ないですし、あの着ててノンストレスです。うん、ちょっとさ、一番大事なこうシルエット、シルエットね、容赦なく、はい、綺麗にラインを取ってますですね。結構絞ってあります。はい、はい、結構というかかなりだよ。うん、素敵です。羊の皮でね、ほどほどの厚みと柔らかさ、はい、で個人的にはここに上げた感じが好きです。うん、やってみてくださいよ。こんな感じ。あら、いいじゃない。この感じ可愛くないですか。ちょっとなんかいい感じなんですよ、うん、いいこの雰囲気がね、うん、可愛くもならずに
なんか大人っぽく品よくかあのレザーを着られる感じです、うん、おしゃれで今回私は、ピンクにブラウン系でコーディネートをしてみました、うん、最近凝ってるよね。はい、ブームバレましたか、うん、はい、ブームですか。ブームです。あってことはいろいろネット開いて色合わせとか言って、ね、配色を学んでるね。ライダースいいですよね。ですよね、うん、でもこのライダースって本当に合わせやすくてワイドパンツでもスカートでも、うんうん、あの細身でも何でもいけるので次から次にご紹介しますので、うん、そちらご覧いただければと思います。裏地もちゃんとあります、うん、っていうか本当にいいジャケット。いや本当にね、いい柔らかくて、ね、本当に着やすいです。やっぱりさ革って大事よね、うん、いい革ってね。革ってね、うん、本当に今ないのでなかなか、うん、テカテカのポリウレタンみたいなね、やっぱり合皮がほとんどだけどね、はい、いやもんよね。綺麗ね、うん、とてもとてもおすすめです、はい、あんまり数がないのでお早めにでございます。では次から次にお待ち待っていただいているので、はい、次行きます、はい、お値段だけ言います、うん、羊革のジャケット、はい、こちらが7なんと7なんとこれ高くないと思いますよ、うん、高くない。あのね言われた今日ですよね、うん、ちょっとびっくりしました、うん、61,600円。これ全然高くないです。あのびっくりされた。もっと全然すると思います、ね、うんうん、本当に革がいいので、うん、で作りもすごいしっかりしてますので、そのピンク上品で好きです。ね、いい色ですね。うん、なかなかない色だと思います。いい色、うん、でリブニットが11,880円、うん、こちらのカバースカートが29,000円になります、うん。これってパウダーピンクっていうのかな、なんていうんだろう。これパウダーよりは濃い気がするんですけどね。どうなんですかね。綺麗な優しいピンクで、ね、パステルとも違いますよね。パステルじゃない全然。うん、すごいいいピンク、うん、そうそう、すごいいいピンク強いて言うならすごいいいピンクピンポーンだね。ピンポーンです。言えて妙。そう、うまいな、うん、そんな感じで、うん、あのこの後の、はい、あのコーディネートにも出ますので、はい、ぜひ他の色もご覧ください、はいはい、かっこいいよ ね、 ね、いいですよね、うん、かっこいい服。もうなんかいい感じです。もう本当にいいよ。いいですよね、うん、値段がとにかくね、値段がいい。クマ、うん、はなんかあの私これ後で脱いでこれ着なきゃいけない、うんうん、私はちょっと赤のニットのコーディネートだったんで、うんうん、あのベーシックに黒のジャケットを、うんうん、あ、私写真撮ってすごくいい色、ライダースにピンク持ってくるとは、ね、いいですよね。そうなんですよ。他の色もあるから、うん、そう今回は、5色、今日ちょっと自由が丘にお客様見えるということで入会したばっかりの5色全部ね、あの自由が丘持ってったんですよ。ライトブルー、うん、とサックスブルーかな、サックスブルー、はい、今の薄いピンクにクマが着てる黒と、女王がこれから着てくれる白とベージュ、5色ですね。で、うん、でサックスブルーが今日早速売れちゃったんだけど、ね、だから今日はちょっとお見せできないんですけど、はい、一応私黒を着てます。はい、こうファスナーでビャッ開くようになってて、はい、でここはポケット、うん、で本当に形いいですよね、これね。ここもちゃんとポケットになってます、うん、で、あら、お疲れ様です。まあちょっとね、赤もかっこいい、うん、なんかね、ちょっとベーシックな感じの組み合わせですけど、うん、で、まあ閉じてもこうなるの、うん、うん、そうそう、閉じてみて、クマもなんかまたクマが着るといい感じだ、女らしくなるね。ポチンポチンですか、うん、これでいいの、うん、それでいいの、それでいいの、これでいい、はい、はい、こうなってる。でこれ交代しましょう、はい、愛ある写真撮ってや、うん、愛ある写真だよ、愛、はい、うん、愛が大事だよ、愛が大事だよ、うん、目つぶってる写真とか撮っちゃダメだよ。そうそうそう、白目向いて写真撮りそうだから、ね、こういうね写真撮っちゃう、うん、ねえ、クマちゃんかっこいい、かっこいいですよね。ね、割と後ろもすっきりしていて、うん、このこういうとこも、うん、で
ここがなんつうんですか、ね、それが効いてるのね。これちょっとキルティングかけた感じのね、はい、見えるのかな、うん、まあ、そこにステッチをね強く入れてるんです。これがポイントかなって、うん、それが大きなポイント、ね、やっぱ羊の皮っていうのもあって、うん、いいよね、あの触るとすっごいしっとりしてて気持ちがいいです。はい、はい、見ててだって気持ちよさそうだもん。そう、あの光沢がすごい綺麗だな、うん、またね黒だとより分かりますね、うん、なんかまたやっぱりこうポイントポイントが決まってて、あの、はい、オーソドックスなライダースなんだけど、はい、いつもように仕立てが綺麗だから、うん、皮がいいからなんか上品。あとはここくっついてて、はい、いい感じ、はい、まあ、ダランとしててもいいけどもっていう感じですね、うんうん、で、あの本当私このライダースももちろん紹介したいんですけど、うん、はい、今日入ってきたこのニットを紹介したくて、はい、してください、はい、で、あのこれ、うん、これだけじゃないんですよ、うん、あのこれの上にポンチョみたいなニットとセットになって、うんうん、初めて、うん、あの完成するスタイルなので、うん、ちょっとそれ見ていただきたくて、はい、うん、でまずは中のニットを見てもらうとベーシックな、うん、なんかオレンジっぽい綺麗な赤の、うんうん、赤のね、リブニットね、はい、うん、あの折り返して、うん、一応まっすぐにするとここ縫い目出てきちゃうから一応折り返してるんですけど、こういうちょっと長めのタートルのニットになってます。でこれに、うん、セット価格だったそうなんですよ。あ、いいね、これでセットになるので、うん、でこれを今着ますね。これだ、シンコも大騒ぎしてたの。これすっごいなんか可愛い可愛いって言って、うん、まだ出すなと思ってこれがね、可愛くて、うん、割とでも今年多いですよね、うん、あのフライガールもそうだし、うんうん、今見てるとあのグランベールのバッグの紐の部分、うん、もう同じような綺麗な赤、うん、こういいじゃないこういうやつですあ、可愛い。そう、着るとあめっちゃいいじゃん。そう、これがすごい良くて、うん、お知らせしたいなって言って、うん、ああいいいい。で、あのこの編み地はちょっと割と普通のフラットな感じで、うん、で中に着てるリブニットはもう本当にその、うん、ね、リブのラインが出るので、うんうんうん、そうね、ちょっとメリハリがありますね、うんうん、で手通るとこここが手通るようになってて、うん、ここはもうフラシですね、うん、こういう感じ、うん、これだと、まあ、上も着やすいかな、はい、鉄棒で大車輪できるね。できますね、うん、ここが安心ですね、うんうん、で、まあ、ライダース、あ、そうか、うん、ライダース着たからもう羽織はいいのか、うん、じゃあ色違いをお見せします、うんうん、やっぱりちょっと赤が一番心惹かれたから、うん、すごくいい、うん、あれなんですけど、うん、一応色違いがありまして、うんうん、腕の出るところが面白い、いいですね。だから、まあいいね、本当にいいよね、着方的にはこれ単品で着てもいいのかもしれない。首もそんなに、でも青もいい、でも黒もいい青、うん、明るめの綺麗な色ですね、うん、で、まあ黒はなんか特筆すべきない、うん、あの 青ですね、うん、で、一応まあこれが両方セットになってる価格になってます、うん、一応フリーサイズになりまして、うん、でアクリルとウールとナイロンっていう感じになってるので、うん、割と扱いやすいニットの生地、うん、まあ、全然チクチクすることもないので、はい、あのかなり着やすいのではないかな、うんうん、ね、これいいね。でもね、あのどうだろう、ちょっとサイズ的に言うと5号の方から13号ぐらいの方まで楽に着れるね。リブの部分に関してはすごい柔らかく伸縮してくれるので、うんうん、まあなんかぴったりしてるようにも見えますけど、うん、あの締め付け感とかがないので、うん、もうちょっとサイズ、いろんな感じ、めっちゃ緩いよ、それ。そう、や、ね、うん、柔らかいので着ていただけると思いますね、うん、はい、そう、これをお見せしたかったです。あ、いいね、なんか、あ、そのままちょっとバタバタやったら空をふわふわ飛んでいきそうよ。そう、フライングスーツみたいだね。そうです。で、じゃここはちょっと割れてたりとか、うんうん、なんかよく見るとやっぱり細部細部にこだわってる感じがして、うん、ね、あの楽しく着られるニットになりますね、うん、なんか画面映えがすごい、うん、おっしゃれ、はい、うん、
なので、まあ、これでお値段をお伝えしますね。この色もいいね、赤オレンジ、うん、なんか今年よく見かける系の色だなと思って、うん、やっぱりなんか着たくなるような、うんうん、元気になれる色だなと思います、うん、で、いい感じ。そう、このニットが、アンサンブルっていう感じで、うん、で両方でセットで 31,350円でなっております、うん、そうで青と黒が他にあって、うん、で羽織は先ほどお見せしたあの黒のライダースを着てみました、うん、ということで、はい、うん、すごく良い、ちょっとなんか楽しくなるニットなので、うんうん、ぜひお試しあれ、うん、ああいい感じなんか揺れも生地がそんなに厚ぼったくないので、うん、そうゆさ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 、うん、ちょっと楽しい気持ちになりますので、うん、これでさ、うん、キャスケットみたいな帽子かぶっても面白いね。ああ、そうですね、かわいいかもしれないですね、うんうん、キャップ云々じゃなくて、うん、ちょっと超クラシックな感じのね、うんうん、かわいい、面白いかもしれないです、うん、です。はい、お帽子好きな人、はい、少し、ね、試してみてください、うん、キャスケットもまた楽しいかなと思います、うんうん、です、です、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私はこの白、白って言っても真っ白ではないんですよね、はいはい、少しグレーが入ってる白、うん、シルバーグレーまではいかないんですけれども、はい、真っ白のペンキみたいな真っ白の白ではないんです。言えて妙な表現させてもらっていいですか。はい、高そうな白、高そうな白そう、はい、高そうな白です。そう、はい、それで、はい、このスカートが、はい、ね、こう、いいね、折ってある生地、はいはい、見えますか、はい、見えてる、この辺、うん、見えてるかな、うん、大丈夫です。こう、はい、リングみたいなのがずっとこう重なってるみたいな、うん、ね、素敵な折りのスカートで、うんうん、こう光に当たるとちょっと光って、はい、シルバーグレーみたいな色にちょっと光る感じですね、うん、はい、で上、それがあれですね、もう4000年ぐらい着てるニットですね。そう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 永久的に着られるっていう、はい、これがビスがずっとついてるタートルになってます、はいはい、これを見てクレオパトラが真似したっていう、そう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 、ね、よくご存知で、ね、はいはい、それでうん、私は、うん、ベルトをして、うん、そしてブーツを履いて、うん、このレザーのジャケットと合わせてみたんですけれども、はいはい、かっこいい白、素敵ですね。あ、いいですよね。首元はアクセサリーですか、素敵ですね。これついてるんですよ。ルミナさんついてんですよ、これね、ニットにね、ニットについてます。はい、はい、両その子個人買い頼んだらすでになくて断られてやるのそうそうクラシカルで素敵ね、いいですよね、はい、でこれに例えばこのスカートに、うん、防弾のブラウスだとか、うんうんうん、そういうのを着てヒールを履いてももちろんいいんですけれども、はい、今日はレザーと合わせるということで、はい、ニットにして、はい、ブーツと合わせてみました。はい、うん、このニットすでにもう個人買いができませんできません、できもないんです、頼んでもないんです。おそらく泣いてましたはい、クソとかそんな感じです、うん、綺麗。でこのスカートもこう、うん、ボックスひだではないんですけれども、はい、こっからこうひだが取ってやって、はい、自然にフレアになるようになってます、はい、綺麗ね、綺麗ですよね、うん、だからお食事行ったり、うん、普段お出かけする時もいいし、うんうんうん、普段使いもできるし、はいはい、とっても、うん、応用範囲が広いんではないかなと思います、うんうん、そのライダース脱ぐとどういう感じですか。ちょっと脱いで見せてください。個人的にはこのニット本当綺麗だなと思う。綺麗ですよね、うん、どうぞ見てください皆さん、こんな感じで、この綺麗さ、こんな感じになってます、うん、素敵です。はい、同じライダースが三者三様の三人三様のコーデで参考になります ね、 ね、そうだからライダースは、うん、いろんなシーンに ね、 ちょっといいですよね、とってもいいですよね、うん、そうなんですよ。これ6万いくらですよね。はい、61,600円、はい、うん、結構いいと思います、うんうん、この辺もデザインが入ってて、はい、
こういうライダースでもきつくならないですよね、はいはい、あのハードにならないっていうのかな、全然全然、うん、そんな感じになってます。これともう一方、何でもないライダースサンプルでメーカーさん持ってきてくれて、うん、で何でもないライダースつまんないって言ってこっちにしたんだよね。そう、なんか模様ありますよね、うん、そうそう、全然違う、ここのところがね、そこそこの感じが、うん、そうそうそう。でこれなんだっけ、普通はこうなってるけど、うん、はい、ここにもついてますもんね、はいはい、それでこういう、うん、あ、閉めてみてください。また上を閉めると雰囲気違う。とにかく綺麗な革ですね、うん、本当に柔らかい、着てて、ね、あのイライラ感がない、はいはい、ね、フィットさせてるんだけれど、そうそう、こんな感じにストレスない感じですよね。そうです、そうです、になりますね。革だからストレッチ効いてって当たり前なんだけど、ストレッチ効いてますよね。あ、ストレッチが効いてるというか、そうですね、革、はい、のね、革ってそもそも伸びるからね。そう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 。それで今私が着てるサイズで、はい、これが L サイズ、L、はいはい、これが L サイズです、はい、で革って少し馴染んでくるので、うんうん、割とそしてぴったり着た方が綺麗ですよね、はいはい、革はね、はい、だから一応 M 黒となんだっけ白、うん、あとブルーだっけ、うん、M もオーダーしてたの、うん、はい、と白と黒は2枚ずつ、うん、そしてサックスブルーが1枚か、うん、M はね、でサイズがちょっと細身の感じなので、はい、あのイメージ M として L サイズを5色発注してるんですね、うん、M を5色、うん、違う、 L を5色、L、 L ね、ただこれが L なんですよ。そう、これが L なんです。基本 M サイズぐらいに仕上がってるので、あ、そうですね、はい、M サイズ着る方は L ぐらいの方がいいですよね。私も L でも大丈夫かなと思うので、はい、だって2人がうるさかったんですよ、これはサイズがあってメーカーさんも L で M ぐらいって言ってましたね。ね、うん、そうそう、めっちゃかっこいい。そうだから、あの割と小さめで最初着ていただいて、うん、はいはい、そのうち体に馴染んでくるので、うんうんうん、はい、ということですね。いや、かっこいいです。はい、あのお色違いはそれだけ、あ、ま、大丈夫、いいの、あ、あとで着ます、あ、別の着る、あ、別、あ、別、いいですか、いいんです、いいんです、はい、じゃあこちらですね、うんうん、このビスのずっとついたタートルが、はい、あ、いけない、変えちゃった、間違っちゃった、ちょっとごめんなさい、失礼しました見てない、うん、らしいわねそうだ、さっき書こうと思ってた、はい、すいません、それかっこいいんだよね26,400、あまりとお手頃だね、はい、そして星のスカートですね、はいはい、これが 29,700円です、うん、それでこれが 61,600円になります、うんうん、でそうだ、この上に、うん、もう一つコート、はい、とても素敵なコート、はい、この間もご紹介したんですが、はい、好きなコートなんです、うん、してくださいよ、はい、おしゃれをしたい時のコートです。これ好きなんです。いや、だっていいもん。重ねるのかと思った。そうではなく、いい、はい。重ねてもいいけれど、今日は、うん、あのジュガーが来てくれてたお客様に、はい、この案内をしてたの。次はこれ見てくださいねって。あ、これね。この見せてない。コート、うん、長いスカートもすっぽり。かっこいい。はい。なって色が本当にね、うん、なんていうのかな、いい焦げ茶なんですよね、うんうん、でちょっと紫にも見えたりする光で、うんうん、焦げ茶っていうか、なんていうか、いい、もうね、そう、表現のしようがない、ない、いい色、いい色そう、それで本当にあのこう羽織った時に空気がふわっと入ってきて心地よいんですよ。なんか軽ってなんか優しい気持ちになれるコートです、うん、はい、っていうか優しい気持ちになれると思う、高そうだもん、ね、そうですねそうなんです、これはとってもいいコートです。これもマックスマーラの生地ですね、同じ生地です、そうですね、はい、はい、アルパカ羊毛です、はい、はい、そしてお値段です、
18万7000円です、はい、こちらお色が2色あります。あ、はい、あとサックスブルーがあるの。あ、これの、うん、1号店にあるの。へえ、あるんですか。あ、確かにあるらしいです。袋はまだ見てない。あ、生地感、うん、袋に入ったまま、うん、そう、うん、これのちょっと長っぽくなかったです、うん、これのブルーバージョンで。あ、そうなんですね、うん、はい、サックスブルー、うん、っていうこういうのもあるので一度ぜひお試しください。永遠にかっこいいですね。ねえ、これはもう本当に時代を問わないと思います、うん、こういうところのステッチとかかっこいいと思います。はい、あー、いいわー、そう、いいなっていう感じです。これだとなんかこう今更ながらあれだけチンチラの帽子でもかぶりたいですね。知って、はい、うん、ということになります、うん、じゃあ次に変わります。ね、品のある素敵な色のコートって、もうこれはね、あの激賞したいぐらい。あ、サックスも見たかったわって、持ってきましょうか。サックス、うんうん、じゃあ後で、うんうん、ね、後で今持ってきます。今持ってきて、じゃあこれちょっと取ってきて、バックヤードに、バックヤードの一番右側にある、うんうん、俺のバッグの中に、お店の、私の鍵持っていきなよ、うん、ということで、うんうん、じゃあ変わりますね、うんうん、じゃああのコートは後でご紹介しますのでちょっとお待ちください。宝石ですね。ねえ、素敵ですよね、うん、かっこいい。コートの宝石、上着的、そう、そのぐらい気持ちいいんですよ、うんうん、いいですよね、お値段もいいし。マーキエさん、2枚とは言いませんが1枚は楽勝ですよ。2枚買ってくれそうな感じするもんね、ワーケーさん。、すごい形がいいんですよね、うんうん、はい、ダメダメ、2色はいらないと思います。1色でいいと思います。1色でいいと思います。そうそう。はい、いきますよ。はい、はい、いきます。なんかちょっといい女な気分になってな。あ、ちょっと。前回、前々回かな、うん、ご紹介したモッシーのプリーツのワイドパンツなんですけど、うん、このシフォンで、うん、あのスカートに見える、あ、お写真お願いします。はいはい、いいですよね。ね、はい、で、パンツなんですけれども、はい、こちらはですね、はい、実は、合わせて、うん、オーダーしていた上着がありまして、別にセットってわけじゃないんですけど、はい、絶妙に合う上着があったので、そうだよね、今日、それもこちらが今日届いたのでご紹介したいなと思い、うん、トップスには、こちらも入りたての、うん、マックキン、カットと出ないやあれかのテレコだ。そうですね、極上テレコだ。はい、ちょっとリブになっているカットソーを合わせてみました、はい。で、これに上着を羽織ります、うん、この上着がね、可愛いんですよね。非常によくできてる。そう、ホッシーのなんで、うんうん、やっぱこの生地もいいです。ないの、うん、ポリエステル、うん、厚手のポリエステル、すごい厚みがあるんですよね、うんうん、シャカ、あのいわゆるシャカシャカ系なんだけど、まあ、厚みが全然違うので、厚みがあって、なんて言うんだろう、光沢があって、うん、もうすごいしなやか。そうそうそう、そうなの。やっぱりこれも贅沢感あふれるジャケット。そうですね、これがかっこいいよね。かっこいいんですよ。ちょっと優しさのある、うん、あのショート丈のジャケットになっております、うんうん、結構この短丈っていうのがすごい使えるかなって思います、うんうん、こんな感じになりまして、かっこいい、すごいなんかね、襟とかもすごい決まって、うん、こういう襟になってフードになってて、丈が短めでここにタグもあるんですけど、うん、こんな感じになっております、うん、これ、あれだね、ワイズかギャルソンのパリコレに日本人モデルを無理くり使ってる感じ。日本人丸出しなんだけど、そうそう、日本人丸出しモデルを使ってる感じ。This is the Japanese fashion とか、はい、そんな感じになっておりまして、はい、合わせたマークケインのがよく効くかな、うん、効果的かなみたいな。この襟のフードがめっちゃデザインがいいの。そう、ここがちょっとそこをね、アップで見ていただいてほしいです。ここの
ちょっとこう、はい、持ち上がるんですよ、ここの襟で、うん、だから高さが立体感が出て、ね、こう開く感じで、それがすごくいいんですよ ね、へたれないですね、技術、パターン技術すごい、はい、で、うん、止めてみて、ロールカラフになります、すごいおしゃれ、チョコレート食べ過ぎましたか、そう、ナッツとチョコレート食べ過ぎ一箱鼻血出ちゃった、昔毎晩あの味好み召し上がってた時も同じ感じでした、ね、はい、もっと微妙、チョコレートが混ざってるから、これいいね、こんな感じになってこういう襟になるんです、かっちょいい、すごいかっこいい、少し、うん、そうそうそう、ね、そうです、かっこいいじゃない、かっこいいですよね、マジですごいおしゃれな、なんか、うん、コレクション服みたいな感じになってますよね、いや、めっちゃ、あとね、このパンツのプリーツの畳み方と素材感がもう絶妙で、うん、ね、この透け感とか揺れる感じ、うんうん、従来あるプリーツ感パンツとは全く別物ですね、はいはい、もう基本スカートだし、ね、この軽やかさすごいいいですよね、そう、それ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 、ね、うん、おしゃれ、薄い軽い軽いって感じじゃないの、そうそうそう、しなやかに、そう、優雅に揺れる軽さ、すごいおしゃれですよね、うん、あえて言うならば高そうな揺れ方あえて言うならば、うんうん、高そうです、あの高そうってあのちゃらけて言ってるわけじゃないんです、あのなんて言うんだろう、そこにやっぱりこうしっとりとしたね、うん、優雅さ、それをあえて高そうっていう言葉で軽く言ってるんだけど、そうですね、うん、ないないよって、うん、そんじょそこらにないよっていう意味でのね、うん、高そうっていう意味で、ないですね、これかっこいい、うん、絶対ないので、裾はゴムが入ってまして、はい、あのここでヒュッと止まるようになってます、はい、でここが面白い、ベルトが結構こう袖口から上の方に作ってあって、ね、うんうんうん、もうこのふわっとした感じを強調するようなデザインになっております、はい、ね、デザイン力あるよね、すごくやっぱり違いますよね、一味二味違う、うんうん、すごい着た時にかっこよく見せますよね、うん、ティーラベントもこういう襟得意で、うん、またティーラベントのかっこよさ、うん、ちょっとシャープさと違って、ね、優しい甘さがあるのね、腰は、そうそうそう、で、カットソーと同じ、はい、あの柄のストールがあります、はいはい、こちらのストールで、うわ、綺麗なこと、皆さんキレッキレじゃない、あ、いいね、よいよい、こんな感じになって、ちょっとまた雰囲気変わるぞみたいな感じで、素敵素敵、ね、うん、あ、いいじゃない、少し正面にボリューム、軽やかなボリュームを持たせることでいい感じ、いい感じですよね、うんうん、こんな感じにあります、はい、あら、すごい、まるでおしゃれな人、まるでね、本当ですよ、うん、服がいいんだ、間違いなく、でストールはですね、何気にこのトリミングの色が黄緑とグリーンで、はい、ちょっと配色になっている面白いストールになっております、はいはい、こんな感じです、うん、とても素敵、うん、とにかくこのパンツとこのジャケットの組み合わせで中を変えて、うんうん、いろんな着こなしを楽しめます、はい、で黒い帽子かぶってみたら出た終わらない、いや、あのなんとなくミスマッチさせていきたいじゃない、終わらない、うんで、いつも大事にしまってるっていうのがすごいですね、なんか真っ黒ケッケになっちゃうなって話で、いやいや、なっていいじゃんなっていい、なんかいつもそれを求められる感じです、うん、絶対決まって、うん、でも決まるんだよね、いい感じだな、ほら、ね、うん、いい感じです、うん、おお、パリコレ、ミラノコレクション、本当ですか、うん、無理くり使われてる日本人モデルかっこいいじゃな、
あ、いいじゃん。それにバッグは大きめかな。今はこまかちゃんのバッグがねおしゃれっぽいけど、やっぱり大きめがいいかもね。あのリュックはダメ。どれどれ持ってこいと。はい、うん、腰が動かない。もうヘトヘト、そう、壊れてんの。もう1号店着いた途端に、なんかもう気が抜けちゃう。そうそう、たどり着いたみたいなね。犬が最後の場所を求めるよ。あ、うん、いいじゃない。うん、かっこいいです。もうちょっとアップで、うん、皆さんに見ていただきたい。黒装束になっちゃったけど、たまたまね、うん、またこういう黒もかっこよくないでしょうかって言いたいです。ですよね、うん、やっぱりこういうねすけ感とか、そうそう、こういう光沢とか、そういうのでやっぱりあのただ重い色って感じじゃなくできてますので、うん、かっけー、素敵です、うん、いいね、いいいい、ここの秋とにかくこれは素敵、うん、いいと思います。はい、いきます。いやいや、白旗なんか全然いらないでしょ。本当にシマークは次から次へと新作品出てくるから。ダメ、白旗あげたい。あげちゃダメです。あげるわけないじゃないの。あげでもでもなんか、うん、冗談であげようとしてももう下げちゃう。そうそうそう、口が下げちゃう、うん、モッチーさん、小物使いまで全て決まってる。モッチー、本当にいいですね。本当にいいですね、うんうん、かっこいい、決まりますね、うん、いやでもかっこいいよ、本当に素敵、うん、これ最近イケてるよ。最近ね、ちょっとやばくない？やっと十何年いて、いや、なんか決まってくるとこそばゆいね、見てて。あの、そんなんじゃないでしょ。そう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 、え、え、決まってるじゃん。どうした、うん、どうしたみたいな。もういいですよ、はい。マーク・ケイン、あ、先にポッシーのジャケット、はい、いきます。かっこいい。ブルゾンが39,600円です、うん、はい。こちらのプリーツのパンツが29,700円。はい、そんな安かったっけ。これ29,700円、うん、このねプリーツパンツに至ってはめっちゃおすすめ、うん、本当にこれ綺麗。あの巷で見るプリーツパンツじゃないですよ、もう皆さんあの画面越しに見ていただいてると思うけど、うん、全然違いますよこれ、うん、すごいいい、うん、すごい素敵です。プリーツなパンツっていう言葉を借りたアートですよこれ。あのカジュアル系の方からエレガントまでも、うん、どんな着こなしにもいけますし、そう思います。とにかく素敵です。もう服が決まる。そうで、ウエストはあれでしょ、ゴムのドロット、はい、おーすごい、気合い十分だ、うん、綺麗なのよね。こんな感じ、ゴムが入ってさらにここで調整ができて、はい、そしてさらに金具で留められるという、うん、でその金具もまた綺麗なのよね、おしゃれなのを見てください。クロムメッキでリボンしなくていいというのがすごいいいですね、うんうん、こんな感じになってます。そこも本当にもうちょっといいアップで写真撮らせてもらって、これは売り一つの、綺麗だもん。はい、はい、いきます、はい。パンツが29,700円で、はい、ストールが、はい、ストールが25,300円でございます、はいはい、かっこいいねこの上着の丈も。そう、うん、絶妙、すごい決まる、うん、これもサイズ問わずあの、うん、どんな方も大丈夫です。フリーサイズです、これ、うん、うまくできてます。こんな感じです。次いきます、うん、なんか本当におしゃれな人みたいね。すごい、これぜひ履いてみてください、はい、うん、なんかセレクトショップの人みたい、ちょっとね、なんかまるで、はい、うん、まるで、はい、ありがとうございます。もう打ち破るかのように、うん、そうリラックスコーディネート、うん、はい、箸休めです。そうで、あの、うん、今日入ってきて、うん、ちょっと可愛いニットだったんで、うん、着てみてますけど、うん、あとお色違いとデザイン違いがあるので、うん、いくつか見てもらいたいっていうので、うん、あの割とサラッとした感じにしてます、うんうん、今日ね、自由が丘でこれ見て入ってきた人が、あー、なんか私みたいな人でも着れそうなのがこの店あるのねって。ここワイドだからっていうんですか、うんうん、いやいや、もう普通にいっぱいありますからって言ってすっごい喜んでくれた。柄が着やすいって、なんか足と靴のバッグ。え、足です、足、うん、結構足首から下とか、うん、なんか、あ、違うところだ、これブーツだ、うんうん、もういいから細かく、はい、あ、なんかそうで、あのここにスリットが入っててっていう、うんうん、でワイドな
あのシルエットで、ね、まあ落ち感があるので、可愛いってね、可愛いですよね、なんかちょっとほっこりするデザインです、うん、でちょっとつるっとした生地になってます、うん、ニットなんですけど、はい、であのこれのお色違いと、うん、あとデザイン違いをお見せします、はい、うん、それ何よりあのコットンカシミヤかな、それ違います、違う、うん、違うの、これ違うんです、あ、そうなんだ、レーヨンとプリエステルとナイロンっていう組み合わせなんで、うんうん、あのウールがダメな方とかも着られるかなっていう、うん、あ、そっちね、うん、はい、であの今私が薄いグレーみたいな、うんうん、ライトグレーっていうんですかね、うんうん、でこっちはベージュじゃないですね、オフ白でもないし、うん、ちょっと黄色が混ざったような色なんですけど、うんうん、はっきりしてるね、うん、色がね、パキッと、そう、今が着てるは薄いグレーで、こっちは薄い何字っていうんだろう、なんか黄色みもあるけど、うん、そこまで、きなりともまたちょっと違う、うん、きなりじゃない、難しいな、うん、まああの、うん、柄がはっきりする色あのでも色は違うんですよ、うん、パンプスの色とか、うん、こっちの方が原色、うんうん、でこっちが淡い色を使ってるので、はい、お好みで選んでいただけたらいいかなっていう、うん、この2部構成、ね、気合いそうな、うん、でそうあのなんかさらっとスベッとしてるので、うん、あのとっても着やすいです、でこれと、うん、あとあのまた同じ組み合わせなんですけど、うん、まあ、さっきお見せしたちょっと黄色っぽい感じのニット、うん、であのリブ、うん、この柄の部分以外はリブっていう後ろも、うん、ね、そう、不思議な不思議な、で首元はこういう高さがあって、はい、折り返してタートルになってます、うん、一応こういうデザインもあります、これはもうね、うん、スカートから下の足元が見えるようなデザイン、はい、これも今日入ってきてます、うん、で、あと最後に、うん、あの若干テイストが違うのが一個あって、うん、テイストただものではない箸休めって褒めていただいてる、うん、で、あの最後にちょっと面白かったの、うん、あ、これもこれはアクリルポリエステルとかレイヨンが入ってない、うん、それは一色だけ、うん、一色だけ、うん、あのタートルも、うんうん、そう、クマさん可愛いよね、うん、クマさん入ってきてで、うん、これも部分部分がちょっとリブが使ってあったりとかして、うんうん、まあ、ほっこりしますよね、うん、お袖もリブで、そうか、クマか、うん、で後ろはこう、なんかどっちも表も裏も楽しいっていうか、うん、こんな感じのニットが入ってきてますので、うん、かわいいね、うん、あのちょっとなんか面白いデザインを好きな方はぜひぜひ見に来ていただきたいな、それシンコ騒いでたよ、あ、これですか、うん、出せないぐらいいっぱいあるのに出したがってた、あ、でもこれ1号店はもうこれとこれは出しましたよ、あ、やっぱり、うん、あの生地感的に、うん、あのウールとかじゃないからちょうどいいかなと思って、うん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 、あ、私これに着てみたかった、はい、あのみんなが順番になんか日を追うごとに羽織っていった、うん、これを羽織ろうと思って、うん、とかちょっと高めの、うん、バックショットのクマさんかしら、かわいいって、あ、バックショット、バックは、うんうん、あのラインだけ、うん、あ、そうそうそう、あのシルエットだけ、うん、そうそうそうね、うん、だからよく見てもクマかどうかわかんないでもベアって書いてるもう嬉しい、箸休めにも手を抜かないシマークが好きなの、なんかすごいあの、うん、いろいろ入ってきますよね、うん、そうだよね、本当にね、恐ろしい状態になってきたね、あ、そう、もうなんかあ、ニットニット、うん、ニットどれから順番出して、いい、ね、そう、あの下がちょっとワイドだったので、あと色もちょこちょこね、うん、入ってたんで、うん、これにしたらいいのかなと思って、うん、これこういうやつか、そうですね、そうか、このジャケットもこれで最後になりましたね、あ、じゃあもう一個の方は出てるんだ、うん、そう、こういう感じで合わせようと思って、うん、はい、はい、こういう感じになっております、良い感じです、はい、うん、そしたら、はい、ニットをこの辺のニットからいくのかな、うん、この最後にちょっとクマさん、よく入りましたね今日今日びっくりしちゃって、うん、一色だけ一色だけっつって、クマさんがどこでしょう、だってほら自由が丘手伝い行ってるそばから荷物がバーンって入ってくるから、
嫌になっちゃった。で、クマさんニットが18,480円です。18,480円ですね。はい、で、うん、それもかわいい。リブのタートルが、うん、29,000円だ。うん、レイヨン。はい。で、私が着てるのの、うん、なんか可愛いねこののぺってした感じ。なんかそうほっこりする。うん、でこれは21,780円、うん、これとこれ。クマ、うん、体が入ってこうやって着るとすっごいチャーミングで可愛いんだけど、このままトルソに着てるとなんか間抜けだよね。うん、着せ方によるのかもしれないですね。めっちゃこの感じで着せられるといいの。で下、うん、じゃあのその他のこのトレバラッピーのコートが75,900円、急に大人な値段が、はい、照れんな。でこのタイトスカートはオリジナルのペンシルタイトの短い、はいはい、60丈の方ですね、55センチ、うん、19,800円になります、うんうん、ジャケットのセレクトがいい、見てるだけでも楽しいし、マークライブ、ね、やっぱり色はいいですよね、うん、色物が綺麗で、うん、いい元気になる、うん、それとそれよく合うね、うん、なんかいいなと思った、うんうん、これみんなナイスです。ライブでちょっとずつこう出してきてて、うん、箸休めにはしませんって、ちょっと箸休めした後メインディッシュですよって。あ、そう、メインディッシュ来ますよ、うん、というわけで私からは以上です、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、あらあれコートはまるで持ってきたコートに合わせたようなコーディネートでしょう。これはダバッとしたワイドパンツに、うん、綺麗ね、このニットね。そう、入ってきたばっかりのフライガールのニットです。わお、で、こうなのにここだけこうボーダーにこうなって、うん、素敵ですよね。綺麗な、とても綺麗なニットです。で、これに、はい、さっき、はい、くまちゃんが着ていた、うん、黒のライダースでキュッと締めてみようかなと思って、はい、完璧っすよ。こんな感じで締めてみました。いかが、今日はどこで打ち合わせなんですか。なんで打ち合わせするんでしょうね、うん、どうせ悪いことでしょ。いやいや違いますよ、今日はあれですか、どこ行きましょうかね、うん、赤坂あたりで、赤坂ですか、今日は、はい、赤坂行きますね、うん、はいはい、こんな感じでライダース、先ほどはスカートに、うん、あの合わせたんですけれども、うん、今度はワイドパンツにこの同じ形のライダースを合わせてみました、うん、素敵、何でもないのにとっても何でもあるね。普通のワイドパンツにニット、はいはい、普通のニットにね、はい、普通のライダース、ライダース、はい、だけどなんかこう全体的にまとまるのかなと思います、はいはいはい、でこのライダースでなければ、うん、はい、もう一つ私の好きな、はい、何でしょう、これオリジナルが来ます。そっち行くんですね。そうなんです、さすがです。何でもないこんな明るいものにキュッと、それはもう決まりますよね。ねー、ひゃーひゃーがつきました。ひゃー、かっこいいな宮部さん。あ、ありがとうございます。こんな風にですよね、してみました。またね、このファーのジャケットがグッとグレードアップするんじゃないでしょうかね。こういう色と合わせて、いい感じです。ここにね、ガツンとベルトをしてみてもいいですしね、もう遊んでいただいていいと思います、はい、そうなんですよ、表情が着方によっていろいろ変わるんですね、はい、楽しいジャケットってもうその通りですよ ね、そう、だからこれ撮ってもいいですけれども、はいはい、やっぱりファーが豪華にワーンとついてるので、うんうんうん、それを楽しんでほしいなと思いますね、はい、このたっぷり感のファーを、はいはい、ちょうど今はジャケットの時期じゃない で、ね、ジャケットだとやっぱりねちょっとこう堅苦しいんだけど、はいはいはい、カーディガンじゃヘナヘナしてちょっとね着てる感がしないしっていうあなた、そんなあなたに、そうですよね、はい、このオリジナル、スーパー、うん、もうタイムリーです、はい、こちらは、ね、とてもいいと思います。はい、おしゃれなコーディネートってね、はい、色で遊んでるし、こういうね、うん、編んでます、綺麗綺麗ですか、うん、よかったです、うん、
はい、ちょっと安心する。さっきのほらクレオパトラみたいな感じの後はねそうですね、うん、街中に溶け込むこれで溶け込むんだからすごいよねこれで溶け込んでこうやって割って入っていきます。ナチュラルよ。はい、はい、ではこちらの下に着ているニットですね、はい、これが 24,200円、はい、そしてワイドパンツ、はい、14,960円、ね、このワイドパンツがお手頃ですよ。そうなんですよ、すごい綺麗なのよね。本当にそう。それであとはこちらオリジナルですね、はいはい、27,500円になります、はい、パーは羊の毛皮になっております。そうです、本毛皮です。皆さんこれね染めるの大変だったんですよね、はい、色を合わせていくのに何回もやり直していただいてね、かなり枚数作ったのでおかげさまで今年もしっかりとね、はい、自信持っておすすめしております。そうです、はい、はい、じゃ あとさっきの持ってきたやつそれでも合うんだね。合いましたね。いやちょっと別な方でよければ別な方で来ましょう。デニムになっちゃうんです。あ、デニムの方がいいかも。ね。うん。はい。じゃあ、後でもう一度、先ほどの。宮部さん、すごく地味だねって。で、色だけは華やかだけど。そうそう、いやいや、本当、本当地味よ。でも、ほら、普通の感じ。そう。ね。街中に溶け込みたいんだよね。溶け込みたいの。もういつもあれだからね。どこ行っても溶け込まなくて浮いてるから。かっこよ、かっこよすぎてね。はい。ということで、はい、はい、いきまーす、はい、綺麗な色のパンツです ね本当そうです。ちなみにそのパンツ色が4色5色ありますね、はい、そこにあります、はい、ごめんなさい、はい、栗のなんか、はい、おすすめ、おすすめ、この間もおすすめで、うん、あれしたんです。もう皆さんこれはつどつど見てほしい、はい、地味、いやいやはい、これ、はい、ピンク赤みたいな、はい、そうですね、うん、もう本当にこう綺麗なピンク、はい、ショッキングピンクみたいな、綺麗、はい、な紫、綺麗な紫、はい、綺麗なグリーン、はい、です、はい、はい、迷いなく綺麗な色です。こういう風になってます。はい、はい、はい、ではでは失礼します、うん、はい、ありがとうございました。なんかちょっとなんかいい感じじゃない。あ、いい意味で、うん、いい意味でよかったです。なんかちょっと悔しい、はい、ちょっとね、こちらも、うん、今日入ったマーク・ケインの、うん、新作になります。素敵だからいじりようがないね、うん、困っちゃったあのですね、このすごくエキゾチックなあの色柄で花柄なんですけど、うん、これいいよね、これ何気にあれですよ、このアマゾンとかにある、うん、あの世界最大 の、はい、あのよく地面に咲いてる花とか使っちゃったりして、うん、アマゾンって言うとアマゾンに聞こえちゃうからダメよ、言い方考えないと、うん、ネットのアマゾンにない、ああ、ネットのアマゾンに、アマゾン、うんうん、はい、それで、この色柄がとにかくちょっとね、オリエンタルというかエキゾチックな感じで、すごく着ただけで雰囲気がある感じがします、うん、今日早速コドキ君のガオカにディスプレイしてて結構見る人多かった。素敵ですよね、うん、色がね落ち着いてて、うん、着やすさもありつつ、うん、ちょっと他にはない感じ、うんうん、の感じです。そのドロストでちょっと絞ったら首の感じも変わるんだよね。そうそうそう、そう、あ、そう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 、ラフレシア、そうそうそう、面白いですよね、使うモチーフがね、このブルーグリーン系とピンクになります、うんうん、でここが面白くて、あの結構高さのあるあのタートルになってるんですけど、うんうん、ここのドロストを引くと、うん、前がちょっとこう下がるね、ドレープがね、はい、ナチュラルに首元できる。これはカットソーですね、うん、こういうカットソーになります、うん、あのマーク・ケインの独特のこのテレコじゃない、テレコ、あ、テレコです、うん、テレコのね、はい、目のつんだテレコのカットソーです。ちょっとこうリブっぽい感じになってるんですね、はい、そうです、そうです、はい、でマークキーンのこのタイプの素材って毎回出るんですけど、もう着心地がとにかくよくって、うん、ノンストレスで伸縮があって、うん、型崩れしない、型崩れしない、しないです ね、それが何より安心感、はい、もう綺麗に着られます、はい、でここがちょっとシャーリングになってこう襟が下がるっていう感じになっております、うんうん、いい感じ、ね、もうこうやってシンプルに合わせてるだけで本当に素敵です、はい、まるで本当に素敵な人みたいね、とてもセンスのいい人みたい、すごい高そうですよね、うん、高そう、そう、あ、それすごいポイントじゃん、だいたい決め切ると安く見えるじゃん
これまた見える。大丈夫。あ、やっといじれた。いじれないぐらい完璧にかっこいい。それで、うん、同じ柄の、うん、ストールがあります、うん、はい。こちらのストールはシルクかな、うん、はい。こちらのストールがシルクになっております、はい、ちょっとね、あの色の具合が多少違いますけど、うん、全然気になる感じではないです。本当にどんな感じでかけても素敵です。かっこいいです。かっこいいですよね、うん、めっちゃかっこよくないですか。いやいや、どこよ、いじりにくいの、ね、まるで別にいじんなくていいんですよ。いや、まるで本当にセンスがいい人みたいだから。本当にすごい、この色柄が本当に綺麗で、うん、スペシャルおしゃれな人みたいよね、うん、すごくシンプルな着こなしなんですけどね、うんうん、いや、もうなんて言うんだろう、何着ても可愛い。派手じゃないのよ。そう、華やかでもないのよ。そう、美しいの。そう、センスがいいって感じしますよね、うんうん、だんだんセンスを崩していくかな。なんかちょっとこういう感じで着ても可愛い。ああ、よかった。こえ、こんな感じで着てもいいですし、うん、そこまでやるんだったらやっぱり帽子かぶりたいね。帽子、うん、そうです、うん、ありがとうございます。崩していく部分ではやっぱり帽子をコントラスト作っていった方が全体の収まりがいい。カジュアルダウンするわけじゃない、そういう、はい。で、もっと、はい、なのでもっと私的にはカジュアルに着たいので、はい、ラブレシャーから見に行きたいです。揃いのパンツはないですか。揃いのパンツはないね、これね。揃いのパンツないですね、はい、あんなマークキンってパンツやんないですね、うん、そう言われてみれば、うん、もっと崩したいから私はこれを着たい、うん、戸川さん、これ完璧だと思いますよ、うん、スポーティーに、うん、あのすっきり着ようと思えばいくらでもできるんですけど、うんうん、ちょっとカジュアルに着たいです。あ、いや、かっこいい。いや、なんか本当におしゃれな人みたいこの感じ。いや、かっこいいじゃん。素敵ですよね、うん、いや、マジでかっこいい。やばい。こう、まあ、黒で合わせてるから、うん、まあ、かっこいいでしょって感じなんですけど、うん、あのこういうあの段ボールのチェスターとか、うん、そういうのはもう本当にベーシックにかっこよく決まるので、うん、お仕事用でも何用でも楽しく着ていただけると思います、うん、いや、もう仕事なんかバンバンに使えそうじゃない、ね、うわ、綺麗。ガーカはボトムなんで合わせたっけ。やっぱりタイとかタイ、あれ、合皮じゃなくて、うん、そのペンシル、ハイテンション、ハイテンションのペンシルタイとかです。はい、かっこいいよ。こんな感じでもバッチリです。どんな感じでも大丈夫です。すごいすごい。とにかく色がね、綺麗なので、うん、ちょっと黒との合わせがメインになっちゃいますけど、うんうん、おすすめでございます。なんかオーディションを受け損ない続けて出待ちで立ってるおしゃれな女の子みたいでも服はいいの着てるみたいな。はい、そんな感じ。いや、めっちゃかっこいいね、うん、とても今日ね、こちらも入ったばっかりなので、ぜひぜひ皆さん、まだ見てる人がほとんどいないうちに気に入ったものはお試しいただければと思います。思います。とてもいいです。うん、ではお値段を言います。これほんと綺麗だよね、色がね、うん、色がいい。派手じゃないんだよね。そう、でも地味にもなんないんですよ。そう、とにかく綺麗です。マジで、マジでね、何人も綺麗綺麗って指さしてって、で、綺麗って言って入ってきた人が綺麗って言って出てった。そう、がっくし何とも言えないね、うん、はい、いきます。はい、このタートルのカットソーが34,100円、うん、はい、こちらのストールが31,900円、はい、合皮のスカートが19,800円、うん、ブランベールのコートが53,900円です、うん、あの曽我さん、パンツは無地のちょっとワイド系のパンツとかで合わせても絶対かっこいいので、ね、たくさん持ってらっしゃる
らっしゃいますね、うん、たくさん持ってらっしゃるから、うん、合わせる分には何も不自由ないと思いますし、若干完璧に合わせたい場合はシマークパンツよりどり緑合わせていただければと思います。はい、ぜひお試しください。素敵、うん、はい、マジでかっこいい、はい、ね、はい、ありがとうございます。いい季節になったかなと思いまして、うん、前多分一回出てるけど、うん、改めて着てみました、うん、そう、なんか AKB をフォローしてるクマって感じだね。え、AKB なんですか、うん、マレーラですね。アクリルと羊毛とポリエステルとナイロンって組み合わせで、うん、羊毛が入ってたので、うん、まあいよいよ時期かな、うん、みたいな感じで、うん、綺麗な明るいブルーになります、うん、ツイードです、うん、ボタンも綺麗、ゴールドで、うん、AKB を卒業して今女優のオーディションを受けてこの格好でそうどんどんなんかあれだな、ね、出てくるなであとそうここもブルーとゴールドの綺麗なボタンになってます、はい、うん、これ綺麗だよね、うん、これ綺麗で個人的に大好き。そう、出ちゃった。もういよいよタイツ 今、うん、今はね、これこのままですけど、うんうん、もうそろそろね、うん、タイツもいいかなって感じ、うん、止めるとこうなります、うん、これに関してもタイツでバシッと足元を黒くしてもらった方が全体より女らしく、うんうん、いい意味でエキゾチックになると思うし、はい、ハイセンスな感じになる。で、中はオリジナルのサテンの包帯のブラウス、はい、ちゃんとポイントで後ろキュッと締めて首のところを高さ出すっていうところがポイントになりますので、うんうん、そういう感じで合わせてます、はいはい、でスカートも同じ素材なんですけど、うん、ちょっとこの白のここの、うん、飾りがポイントになってますね、はい、モコモコの、うん、それは上から叩いてあるだけ、うん、ポケットではなっていない、はい、ここしか入らない、はいはいはい、第一関節まで、うん、何も入らない。綺麗なね、セットアップ、そうです、セットアップになります、うん、こうだ、はい、はい、ではい、まあこれだとちょっとあれなので、うん、上になんか羽織ろうかなと思って、はい、うん、羽織ってください。セットアップはいかなる素材感においても時代の先取り、トレンド最先端になってます、うん、皆さんセットアップいかなる場合においてもちょっと意識して着てほしいと思います、うん、まあ単体でね、うん、使うこともできますの で、 です一応両方あるといろんな時に活用できるので、はいはい、で、はい、オリジナルのフォックスファーのついてるコートを着ると、はいはい、うん、ブルーとこのキャメルのこの色合いが素敵かなと思いまして、ちょっとさっぱり私はこういうコーディネートにしました、うん、いや、めっちゃ綺麗。ポッケにベルト突っ込んでみて、うん、綺麗。髪の毛の色ともすごくマッチしてる、美しいじゃないですか、こういう感じで、うん、そう、あ、合格、合格、うん、何に合格か、軽いオーディションだね合格、はい、熊合格、はい、何があんだろう、うん、エキストラじゃないよ、はい、エキストラじゃないんですか、うん、ちゃんと役がつくよ、役つきますか、はい、セリフもありますか、はい、あります。で、フォックスのファー取り外しもできるんですけど、はい、これからの時期は、うん、このボリュームでつけたまま、うんうん、はい、おすすめです。すごい綺麗に、ね、ふんわりしますので、はい、この感じで、はい、はいはい、こちらのオリジナルのコート、うん、トレンチタイプですけど、見返しの部分にフラノ の、 ウールの生地を貼っております。はい、チャコールグレーというか、はい、それがポイントになってます、デザインポイントね、はい、なんで、すぐ裏地が見えるとかでなく、はい、こういう感じに、はい、見せていただいてもいいですし、ウォーム感、あったかさ感というのはこれで十分に拾えているので、うん、はい、表のポリエステルを見返しの十分なフラノのウール生地が、うん、ここにね、幅がかなり広く入ってますの で、はい、で、うん、まあちょっと風が吹いてはだけても、おしゃれ、あ、裏地のとこまでだいぶあるそう、はい、ようになってますね、はい、でもう最終的にもう寒いってなったら、うん、一番上まで、うん、ちょっとやってみて、うん、こういう風に閉じることができますね、はい、そうです。そうするとね、ベルトで絞ってみて、ベルトで絞ってみて、うん、そういう厚手のツイードの上からでも普通に着れます、うん、着膨れ
気にならないくらいジャケットの上から、うん、なんで、はい、お仕事でジャケット着られる方にも大変おすすめなコートになっております。はいはい、ねじれてないかしら。これ綺麗だよね。綺麗ですね。チマーク自慢のオリジナルコートです。うん、色は3色、うん、今ねここにはこの色しかないけど、はいはい、こちら と、カーキと黒3色ですね。グレージュ、はい、まあ、カーキっぽいお色と、うん、はい、あと真っ黒あります、はい、うん、しかも2サイズあります。38と40がございます。はいはい、これ素敵、うん、いいですよね。よく似合ってる。で、あのポリエステルっていう性質上風が入り込みにくいというか、うん、はい、そうです。なので中を工夫してもらうとかなり長い時期着られますので、はい、うん、大変おすすめのコートとなっております。はいはい、というわけで、はい、衣装を中も見せつつお値段のご紹介をしていきます。やっぱり素敵だわ、うん、あの綺麗ですよね。うん、よいしょ。でそしたら、あ、マレーラのこのジャケットが71,500円、はい、でスカートが29,700円、はい、でオリジナルの防体のブラウスが22,000円、はいはい、でオリジナルの、うん、フォックスファー付き のコートが53,900円になっております。うん、はい、というわけで、はい、私からは以上です。うん、はい、いいと思います。はい、よかったです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ締め、大鳥締め、締まるかな、締まらないような、一番カジュアルですね。そう、カジュアルな格好で出てしまいました。でこれが入ったばかりのフライガールの黒のところだけ、はい、あのラメが入ってるんですね。あちゃー、そうなんですよ、綺麗なんですよ。でとても着心地も柔らかいです。はい、それでこれが新しいメーカーさんの、うんうん、あのコートなんですが、ね、エポックのコートなんですが、はいはいはい、綿なんですよね。綿、うんうん、なので、うん、ちょっと今の時期、うん、こうお昼はいいんですけれども、うんうん、夜になるとちょっと寒いので、うん、このモコモコのベストを組み合わせてみました。うん、はいはい、こんな感じになりますね。で綿のコートを着て、そうするともう全然暖かいので大丈夫ですね。でこのコート、うん、ここがリブのこう伸びるようになってて、そう綺麗なんですよ。ポッケがあって、はいはい、こんな風なポケットがついてます。はい、で今こうやってあの重ねて着ることができるので、うんうんうん、綿のコートでも極寒じゃなければ、うんうんうん、こう年いっぱいぐらいは大丈夫なんではないかなっていうふうに思います。うん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 、っていうかそれは上だったらまたそれをライナー代わりに上からコートを、ね、そうそう、ライナー代わりにもできますね。うんうん、そうなんですよね。はい、だからこの下にあの、うん、フェイクファーのジレを着てもいいでしょうし、いろいろできるのでいいと思います。はい、で色がね、うん、あのカーキですごく、うん、なんていうの、はい、落ち着いてるので、うんうん、どんなコートを上に持ってきても大丈夫だと思いますね。うん、こんな感じで、はい、それでさっき の、うん、あのおっしゃってたコートを着るんですよね。綺麗、はいはい、なコートなんですよね。あ、これなんだ。そう、ちょっと待ちくださいね。もう私出したくてしょうがないんだけど、まだ出さないで我慢してるの。なんかシャギーの感じもやっぱり色によって全然違います。そう、あ、柔らかそうっていうかね、もう本当にいい色でしょ。さっきのあれもそうだけど、いい色、いい色、すごいいい色ね。これだけの、うん、これだけのものでないとこういう色って乗らない。色気のあるいい色なのよ。よいしょ。この贅沢なコートをデニムで、あいや綺麗じゃない。綺麗ですね。ほら。あ、どうでしょうね。小竹君取ってきてくれてありがとうって気遣いまでいただいてありがとうございます。こんな感じですよ。もう当たり前のことです。見ていただけますでしょうか。ね、
美しいですよね。どうですか、画面に映ってる色と、こう画面の色がちょっと濃い、濃いですね、うんうん、紫がかってる、リアルにはもうちょっとブルーですね、綺麗なブルー、綺麗なブルーグレー、ブルーグレーだ、そうですね、はい、こんな感じになりますね、はい、シルエットも綺麗ですよね、うん、一緒ですよ、お値段も一緒ですね、うんうん、いや一緒です違ったら困るでしょうね、そうですね、はい、アルパカ用も、ね、雰囲気違いますね、うんうん、かっこいいです。ね、まるっきり違いますよね。違いますね。いい感じですね。どっちがいいって、このコートはとにかくいいですよ。色がいいし、そうそう、本当にね、中で空気が、うん、なんていうの、うん、体包んでるっていう感じがします。もっちさん、もう一足着てみて。さっきの。焦げた。うん、焦げた。キャラはちょっと違うんだけど、すごくいい感じです。このね、中の色だな、ね、ちょっと嫌だな、これも素敵だなって、毛足素材感の良さが伝わってくるって、そうそう、もうね、うん、光ってるんですよこれ、うん、すごいのよね、毛足があってね、いつもこうしてたい感じ、ね、ものすごい密度があってね、毛にね、そうそうそう、はい、感じで、はい、こんな感じ、私が着ると微妙なんですけど、こんな感じで、大丈夫ですか、大丈夫大丈夫、今ちょっと、はい、これが2色です、これはもう2色しかオーダーしておりません、ページは違う、それはまた違う、形が違うけど、うん、なるほど、はい、はい、そんな感じですね、うん、また今までなかった色ですね、そうですそうです、ね、うん、ちょっとベージュも着てもらっていいですか、全然違うんだけど、はい、あの先日ね、西西さんに言ってたコート、こちらのベージュ、はい、もう見せないでって、大丈夫、2色しかないから、 YK さん2色買えば終わります、かっこいいですね、素材は何ですか、アルパカ羊毛です、羊毛とアルパカ、そんな感じですね、うん、この、お色で、この素材で、デザインが2種類また眠れなくなるわはい、こんな感じですね、そう、西西さんに言ってたのは、このタイプの、要するにこの色のコート2種類あります、いちご店に用意しておりますので、よかったらお立ち寄りください、これも綺麗、綺麗でしょ、こうステッチがね、ずっと、はい、もう一個の方は襟がもう気持ちいい、オーソドックスで丈が長い、あー、なるほど、はい、これちょうど膝下ぐらいですね、はいはい、一番扱いやすいかもしれない、そうですね、はい、これも軽いです、はい、で、ちょっと襟閉じてもらっていいですか、こういう感じで打ち合わせ、そうですそうです、うん、その感じもかっこいいです、かっこいいですね、はい、こんな感じになりますかね、はい、そうですそうです、あ、やっぱりかっこいい、かっこいいですね、おそらく完璧にこの感じ、あのマックスマーラーの一番得意の、はい、うん、そうですね、はい、ここでトン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 とステッチが全部入ってます、はい、かっけーです、これもこんな感じです、はい、この種類はこの素材感で、このデザインと、こっちにもう一種類あるよね、あると思います、うん、よかったらもう一つ着てみましょうよ、はい、かっこいい、宮部さん、はい、茶をもう一度着てくださいませ、茶ですか、はい、はい、あ、こちらのお値段が、はい、あ、今のこのキャメルの方のお値段ですね、はい、それが14万3000円になります、はいはい、はい、少し安いない、同じもので42があります、いや、デザイン違いは、デザイン違い、うん、襟の大きさが違うのよ、2枚入ってる、1枚仕立ての、いや、これだって今のハンドステッチのですか、はい、同じ生地で違うデザイン入ってるよ、同じ生地で違うデザイン、
これもいいですよね。いいですね。どうしましょう。どうしましょう。2枚しかないから2枚です。どうしましょう。この感じです。はい。こんな感じです。なんて両方ない色ですよね。ですね。うん、これ本当に私最初に見たと感動しました。うん、この色に。ね、うん、色に感動してしまいました、ね、コレクションで感動しました。たっけーとか思って、うわ、でも本当に、うん、つけずに置けないと思った。かっこいいこれね、うん、これはね容赦なくかっこいいですよね、はい、今下にあれを着ちゃって、うん、でも良さが違いますよね。ね、なかった1枚仕立てだった。あ、じゃあ、うん、あ、1枚仕立てだった。あ、それか、うんうんうん、やっぱ雰囲気は全然今と違う、うん、素材は一緒じゃない？素材感。羊毛100か。じゃあまあいいです。次回で。次回で。ダークブラウンはダブルフェイスですか？宮部さんだ、あ、ちょっと端まで順番に。宮部さんだったらどっち選ぶ？うわー。2つ欲しい。どなたか協力してください。いやー、でもね。うん、最初パッと見た時にこの茶色に感動したんですよ。この色見てないでしょ。そう、見てない、見てないんですよ。はい、でもこれもいい色ですよね。いい色ですよね。まるっきり真反対ね。白と黒ぐらいの違いがありますよね。違いがありますよね。でもな、でもそう、女王だったらどっち選ぶ。茶かな、茶かな、茶かな。そうですね、着るイメージからいくとその茶色ですよね。茶色かな、うん、あの茶色の方が多分バフってきて、あの歩けるっていうか、かっこいいのよ。かっこいい。こっちは女らしい。そうですよ ね、なんかね、うん、だからちょっと優しい女らしさ、照れちゃうかも、うん、これ着て歩くと。そうそう、優しい女らしさか、もう問答無用のかっこよさかね。え、はい、うん、こっちかな。うん、うん、はい、宮部、はい、女王宮部、ダークブラウン選ぶそうです、うん、かな、うん、これダブルフェイスではないですね。厚手の、そうですね、ものすごい、すっごい豪華なシャギーです。シャギー、それがこう、はい、刈り込んでやるみたいな感じですよ、はいはい、マッツマラだと50万コースですね。はい、すごいな。マックスマーラよりデザインがね、若々しいんですよ。あ、そうかもしれないですね、うんうん、もうちょいアダルトなんでね。そうそうそう、はい、スッとしてますもんね、はいはい、これね、はい、かっこいい。なんか、うん、同じ会社なので素材は 100% 一緒ですよ。世界戦略でやってるだけの話で。なんかこのもう、うん、垂れてるだけでかっこいい、後ろの紐が、うんうん、いやもうねすごい伝わってくる。そう、かっこいいです。キャメルと素材は全然別個です。違いますね。こちらのダークブラウンとブルーグレーが、あのスーパーシャギっていうか、もう極上のシャギです。これアルパカ、はい、アルパカ70、羊毛30、うん、はい、そしてキャメルの方は羊毛100の、これもあのマックスマーラーの定番、両方、うん、素材は違う、羊毛100、はい、ですね。マックスマーラーがどうのってことじゃないですよ、はい、コートはやっぱりマックスマーラー好きなんでいいと思うんですけど、素材はもう全く一緒、はい、デザインの提供、提案の仕方がややもするとやっぱりこう若々しい、あのマレーラーはね、はい、これですね、はい、それとやっぱりリーズナブルっていうのが何よりもファッションは気にしてるところです。はい、ですね。100年コートです、間違いなく。はい、ね、はい、それであのラグランっていうか、はい、こういう風になってるの で、はい、でね、うん、下に何を着てもいいし、はい、時代のあれは関係ないですよね、はい、こうそれって片付け、あの、そうそう、ないですからね、綺麗にラグランで作ってなってるので、肩線が綺麗なんですよね。そうね、うん、この辺で見えるかな、うん、それの下がり、肩の下がりだ、はい、切り替えがあると、切り替えがあるところで
あのドロップしてたりするとここがモコップするじゃない、それが一切ないんですよね。そうなんですよ、ないから、はい、本当にどんな方でも来ていただけるし、はい、いやいやもう時代はないんではないかな、100年コートですよね、思いますね。ちょっと悪いけどコケコッコのねダウンをね20万30万なんか買うんだったらそうですね、まああれ1万でもねいいと思わないけど、あの辺のねダウンを買うんだったらこっちが圧倒的にいいと思う。で今下に羊、うん、の贅沢贅沢でそして上にアルパカを着て、はいうんうん、まずあったかいし、うん、これも極寒の地行っても大丈夫ですね。いやいやもう絶対大丈夫です、うん、本当に軽くて動きやすいですし、うんうん、おすすめです、うん。それ着て他の10枚ぐらい貼ってたらアラスカでも平気本当本当そんな気がします、はい、そのくらい、うんうん、暖かさを感じますっていうか本当にツヤっていうの照り、そうなこれ本当に光ってるんですよね。照りとツヤとぬめり感、誰が見てももうねねね顔がいっちゃってるもん。わかる本当本当わかりますね、はい、もう本当、はい、素敵です、はい、ということで、はい、はい、もう一回最後いきましょう、はい、金額そうですね、はい、下に着ているこの黒のボーダーのとこだけ、はい、あのラメが入ったニットですね、はい、18,700円です、はいはい、そしてあ脱いじゃった、うん、モコモコのベストを着てたんですが、はい、19,580円、はい、そして綿のエポックという新しいメーカーさんなんですが、はいはいはい、それが43,780円になります、はいはい。いやだからね本当にね今年はねオリジナルあんまり作りたいとあんまり思わなかったの、本当にいいのでいいのが、はい、そう、ダークブラウンのコートトレッキーお願いします。はい、ロンちゃんさんです。はい、わかりました、はい、素敵だと思います。来たとこ見たいです、うんうん、ね、見たい、はい、見たいです、はい、よし、じゃあいいですかね。いやこれいいもんね、いいですかね、いいですか、ね、はい、いいですか、しみじみくいいですよね、はい、いやいいでしょ、本当になんかいい色ですよね、いい色の、ほんといい色、ね、うん、ありえないですよ普通に、ね、こういういいものでないと出ない色、あそう、はい、本当に光ってるもんね、はい、光ってる、一色じゃないんですね、そう茶が、茶女王茶が光ってるって言わない、照り照り光るっていうのはちょっとあまりね高級感ないの、あ、照り照り照りがあります、そう、ぬめり感と、ぬめり感の照り、はい、それが大事、そう、本当に光ってない照って、はい、照りして、はい、はい、はい、今日もご覧いただきありがとうございました。いろいろレザーのジャケットから始まって、うん、いろいろおすすめの羽織がいっぱいありますので、はい、ぜひお試しください、はい、はい、じゃあ次は月曜日の、目白ライブになります、はい、もっチャンネルですね、はい、あ、じゃあもっこチャンネルか、はい、いろいろ大変だわはい、はい、よろしいですか、はい、はい、じゃあ行きます、はい、This is the fashion、 ファッションありがとうございます。とにかくニットも今日山のようにバリエーション入ってるじゃない、そう、紹介しきれてないですね、よかったらね、あの終わりにまた付け足しになるけど本当見に来てほしいね、うん、ワクワクを伝えたい、いいのいっぱいあります、ね、うん、よろしくお願いいたします、お願いします、本当にいいよね、うん、終わんない、はい、あ、なんか疲れた疲れたって、いやこういうライブ始めると元気になりますね、朝までそう喋りたくなっちゃう怖い朝まで、ね、すごいなと思って